青ひげ、く、ペロー、役くすやままさお、え、もちだひまり、朗読、たかやまみなみ。むかしむかし、大金持ちの男がありました。ただひとつ、運の悪いことは、 恐ろしい青ひげを生やしていることでしたそれはどこの奥さんでも娘さんでもこの男の顔を見て「あっ!」と言って逃げ出さないものはありませんでしたさてこの男の屋敷近くに身分のいい2人の美しい娘が住んでいましたこの男はこの娘たちのどちらでもいいから 一人お嫁さんにもらいたいと言って、たびたび声をかけていましたが、二人ともこの男をそれはそれは嫌っていて、逃げ回ってばかりいました。何しろ青ひげを生やした男なんか考えただけでもちょっとするくらいですし、それにもっと嫌なことには、この男には、 幾人か奥様がいましたが一人残らずどこへ行ってしまったのか行方が分からなくなっていることでした青ひげはこの娘たちのご機嫌をとって自分から好きになるようにしむけることが何よりも近道だと考えましたある時娘たちの家族を屋敷に招いて一週間余り ありったけのもてなしぶりをみせました。それは、まいにちまいにち、野あそびにでる、かりにいく、つりをする、ダンスのかい、おちゃのかいと、めのまわるようなせわしさでした。よいがすぎても、よなかがすぎても、おしゃべりをして、わらいさざめいて、ふざけっこしたり、うたをうたいあったり。 それはそれはにぎやかなことでした。とうとう妹の方がこの屋敷の主人のひげをもうそんなに青くは思わないようになりおまけに立派な礼儀正しい紳士だとまで思うようになりました。そうして間もなくご婚礼の式が済みました。 それからひとつきばかりたったのちのことでした。青ひげはある日奥方に向かってこれからある大切な用向きでどうしても六週間田舎へ旅をしてこなければならない。そのかわり留守の間の気晴らしに家族を屋敷に呼んで里の家にいた自分と同じように暮らしてもかまわないからと言いました。 さて。と、その後で、青ひげは奥方に言いました。これは全部の部屋の鍵だ。そして、ここにもう一つ、小さな鍵があるが、これは地下室の大廊下の一番奥にある小部屋を開ける鍵だ。戸棚という戸棚。 部屋という部屋は、どれを開けてみることも、中に入ってみることも、お前の勝手だが、ただ一つ、この小部屋だけは、決して開けてみることも、まして入ってみることはならないぞ。これは固く言っておく。万一にもそれに背けば、俺は怒って、何をするかわからないぞ。 奥方は言いつけの通り必ず守りますと約束しましたやがて青ひげは馬車に乗って旅立っていきました早速奥方は実家に使いを出して姉さんや兄さんたちが来るのを待っていましたその間夫が出がけに厳しく言いつけていった 地下室の秘密の小部屋というのが始十どうにも気になってなりませんでした。いけないというものはとかく見たいのが人間の癖ですからそのうちいよいよ我慢がしきれなくなってくると奥方は地下室に向かって歩き出しました。いよいよ小部屋の戸の前に立ってみると。 さすがに夫の厳しい言いつけを、あっと思い出しました。それに背いたら、どんな不幸せな目に遭うか知れない、そう思ってしばらくためらいました。でも誘いの手がぐんぐん強く引っ張るので、それを払い切ることはできず、小さい鍵を手に取って、ブルブル震えながら、小部屋の戸を開けました。 そこは窓が閉まっていて初めは何にも見えませんでしたそのうちだんだん暗闇に目が慣れるとどうでしょう床の上にはいっぱい血の塊がこびりついていて五六人の女の死骸を並べて壁に立てかけたのが 血の上に映って見えていました。これは、みんな青ひげが、一人一人、結婚した後で殺してしまった女たちの死骸でした。これを見た途端、奥方は、あっと言ったなり、息が止まって、体がすくんで動けなくなり、手に持っていた鍵が滑り落ちてしまいました。しばらくして、やっと我に帰ると、 奥方は慌てて鍵を拾い上げて戸を閉めて急いで2階の居間に帰るとほっと息をつきましたでもいつまでも胸がそわそわして正気がつかないようでした見ると鍵には血がついていて 2 3度それを拭いて取ろうとしましたがどうしても血は取れません水につけて洗ってみても石鹸と磨き砂をつけて砥石でゴシゴシこすってみても一向に消えません血の跡はいよいよ濃くなるばかりでしたそれもそのはずこの鍵は魔法の鍵だったのです ですから表側の血を落としたかと思うとそれは裏側に血が濃くにじみ出てきましたするとその日の夕方青ひげがひょっこり家へ帰ってきました何でも途中で夜向きが片付いたという知らせを聞いたからだと青ひげは話しました 出し抜けに帰ってこられたとき、奥方はぎょっとしましたが、一生懸命うれしそうな顔をして見せていました。さて、そのあくる朝、青ひげは早速奥方に、預けた鍵をお出しと言いました。そう言われて、鍵を出したときのその手の震えようと言ったらありませんでしたから。 青ひげはすぐにかんづいてしまいましたおやと青ひげは言いました小部屋の鍵がひとつないぞじゃあきっとあちらの机の上に置き忘れたのでしょうと奥方は答えましたすぐ持ってこい。 青ひげは怒ったた。声を出しましま「五六度あちらへ行ったりこちらへ行ったりまごまごしたあとで奥方は鍵を出しました」「青ひげは鍵を受け取ると怖い目をしてじっと眺めていましたが「この鍵の血はどうしたのだ」と言いました。 知りません、と泣くような声で答えた奥方の顔は死人よりも青ざめていました。何知りませんだと。と青ひげは言いました。俺はよく知っているよ。お前はよくも小部屋の中に入ったな。 えらい度胸だ。よし。そんなに入りたければ、あそこへ入れ。入って、あそこにいる女たちの仲間になれ。奥方は、夫の足元に突っ伏して、もう決して、追いつけには背きませんから、とわびました。が、青ひげの心は、 岩よりも銅よりも固く「お前は死ななければならない今すぐに」と青ひげは言いました「どうしても死ななければならないのでしたら」と奥方は目にいっぱい涙を浮かべて「せめてしばらく <laughs> お祈りをする間だけ「待ってくださいまし」と言いました仕方がない七分半だけ待ってやるだがそれから一秒も遅れることはならないぞと青ひげは言いました一人になると奥方は 塔のてっぺんまで上がっていき、兄様たちが早く来ることをお祈りしました。兄様たちは今日訪ねてくださる約束になっていたのです。外に目をやると、ただ日が照っていて、草が青く光っている景色が広がっているだけでした。そのうちに青ひげが 大きな剣を抜いて手に持ってありったけの割れがねを出して怒鳴り立てましたすぐ降りてこい降りてこないと俺の方から上がっていくぞもうちょっと待ってくださいお願いですから <laughs> と奥方は言いました。 様、早く来てくださいと心の中で叫びました早く降りてこいと青ひげは叫びました降りてこないと上がっていくぞ今参ります 奥方は答えました「兄様、どこにいらっしゃるのですか早く私を助けに来てください」目を開けて外を見てみますと大きな砂煙がこちらの方に向かって立っていました奥方は喜んで目をこらしてみました。 しかし、その大きな砂煙は、羊の群れでした。こら追われてこないかきさまと、青ひげは叫びました。今すぐにと、奥方は言いました。兄様 <laughs> 早く来てくださいお願いです気持ちを込めて目を開けてみるとずいぶん遠いところですが二人馬に乗った人がやってくるのが見えましたあ,ありがたいと奥方は嬉しそうに言いましたその時 青ひげは家ごと震えるほどの大声でどなりました奥方はしおしお下へ降りていきました涙をいっぱい目にためて夫の足元に突っ伏しました「いまさらどうなるものか」と青ひげはあざ笑いました 早く死ねえこう言って片手に奥方の髪の毛をつかみながら片手で剣を振り上げて首をはねようとしました奥方は夫の方を振り向いて今にも耐え入りそうな目つきで見上げました青ひげは剣を振り上げました 神様に任せてしまえその時、表の戸にドンと激しくぶつかる音がしました。青髭は思わずぎょっとして手を止めました。戸が開いたと思うと、すぐ騎兵が二人入ってきて、いきなり青髭に向かってきました。これは奥方の兄弟で、一人は竜騎兵。 一人はこの駅兵でした青ひげは慌てて逃げ出そうとしましたが兄弟は後ろから追いついて青ひげが靴脱ぎの石に足をかけようとするところを胴中をひとつき突き刺して殺してしまいました奥方はその後あの恐ろしい事件を思い出すたびに心が痛みました そしてもう再び軽はずみな行為はしないと心に誓うのでしたおしまいチャンネル登録お願いします